疲れです。疲れです。久々に足場の現場来たぜ。来ましたね。疲れ。疲れです。疲れです。疲れです。で。お、本当ね。顔が死にそうやん。大丈夫です。あ、大丈夫か。大丈夫です。大丈夫か。はい。そう。けど。じゃあ、何お前俺は久々に来やがったみたいな顔しとんだお前。ちょっとあ、やばい、忙しい。ちょっと5分だけ時間いい。大事な話が。ちょっとこっち来い。うじい。マキさん。マキつけちゃえ。どういう系ですか。あ？ドッキリ系だって。お前らドッキリしちゃうよ俺はこの野郎お前。もうドッキリじゃないですか。まあ最近引っ越してきたよな。僕は会社の近くに引っ越してきたよな。はい。毎日夜何やってんだ？いや、洗濯回して。うん。洗濯回して。はい。で風呂入って。風呂入って。で寝てます。寝てる？嘘つだー！お前先生嘘つきの嫌いだぞって言ったのよお前。え？僕ですか？お前風邪やったよな。そうです。月お小遣い嫌いなんだ。月だと3万円。嘘つだー！お前は。お前先生嘘つきの嫌いだって言ったよお前。小遣い嫌いだ。3万円。ああ、ちょっと仕事終わって、はい、最近朝積みにしたんだろ。朝積みですね。だから仕事が6時に終わっとるな。そうですね、6時。大体電話するともう終わってドバにないですって言うな。今言いますね。で今から家帰りますって言うな。はい。からの？とりあえず飯っすね。飯？飯っす。うん。僕は料理作れないんで。うん。もう一緒に行こうかみたいな。作ってくれるかお前が。いや違うです。一緒に？飯屋にですね。あ、行くんだ。はい。うん？からの？飲みっすね。はい。の飲みです。だからこんなコロナの時期にこら。で、どういうもん飲んどるお前。俺昨日会ったんだわたまたま。メンバー部やっとる男の子とメンバー部の社長さんと。ビールっす。ビール？ほぼビールっす。もっとシャワシャワするやつ飲んどるらしいなお前この野郎お前。ほぼビールっす。でもたまにない。そりゃそうだろお前。シャンパンお前パンパン開けとったらお前いくら飛ぶと思っとんなお前。シャンパン開けとるだろお前ら。はい開けてます。何がこのクソガキ動画。俺は25の時なんてお前焼酎っぽいペットボトルみたいに飲んだら大五郎飲んだら大五郎大五郎で十分だよお前。虚血も入るわホント。え焼酎も飲んでますよ。は？焼酎飲んでキッチョムとか飲んどんじゃねえだろうな。キッチョム飲んでます。キッチョム高いじゃん。まあちょうどいい。今日十分だお前。コール飲んどけコール。麦なんか早いやお前ら。コール飲め。何がシャンパンだお前。たげえ本当いくらすんだ一本。年パン結構高いだろでも。まあでもドンペリだと6万ぐらいです。ドンペリお前誰がキュル待ってんだよポイますよお前。何自分のキュルを使ってお前ドンペリ飲んじゃいこれ。そうそう、前4日分ぐらい。そう、はい、ドンペリあげとんのたまにだよね。たまに本当たまにたまにでよお前。何のためにこんなクソ暑い中で仕事してお前このクソ暑い中で働いたら何日も3日もとか飛んだろう。そうそう、まあ税金以外はもっとだろう。でもやっぱ楽しくなっちゃうと楽しくなってもその限度があるやんだからシャンパンってお前俺でも出さんのにそのままもういないよこれ全部嫁に見せるからな俺。メールで送ってお前の嫁に小遣い3万とどうやってシャンパン6万です飲むのポイがすよお前。どっち飲んどんだお前。僕はこっちのこと思ったんだろ。どっかお前あんたシャン。はい。どういうことだよ。独り身なんで。独り身だからってシャンパン6万円の視聴者の皆さんがこいつはね本当にね、まあ昨日たまたままあある知り合い、まあそれがまあ同級生の息子らしいんだもん。はいはい。そのメンパブの男がね、はい、店長っていうか、オーナーなのかなようわからんけど、はい、まああって「あっ入会道場の社長さんですよね」「ああどうもどうも」って「いや入会道場さんよく来られてますようち」とか「誰？」とか言って「翔くん爆速の翔くんです」とか言って、ほんでお前なんかよう来てまあ、それはいいよなって来てくれるのは、そういいね、なんか女の子連れて飲みに行きますよ、もうそれはそこまではいいや、まあな、はいだけど、まあ、いやショートホットハブいいっすね、シャンパンしょっちゅうおろしますよとか言ってあげようよなあ、すいません、おい、はい、どういうことちゃうねん、楽しくなっちゃうと、あ、ちゃんと詰めろ言ってたんですけどなお前も俺ついてって、ああいいよいいよ、お前何のためについてたの、お前何歳だ年、33です、33のお前先輩が一緒についてってな、最近なんだよな、はい、止めなかんがや、まあ映画やしょって、僕多分寝てますちょっと6万円のシャンパン味わえもっとドンペリーニョン味わえよお前ただ女は飲んどるわけだろそれ、しかも女も飲んだやな、口に含んでトイレ行ってくるってブワーッて話してるぞあいつら当たり前だよ、まあ、売り上げだけなもんで、ああそうっすね、何をお前無視しとんだ、いやいや、まあまあでもだからふだん6万のシャンパンで、普段はどういうやつおろしとんだ、普段は12万とかのシャンパンとかおろすだろう、そう、それとほぼ毎回か、いや違う違う、本当はセット行くっす、ドンペリの前にちょっと23本のやつ頼んで、そのシャンパン23本行って、はい、そう、もう10万超えてくやん、そうっすね、10何万っすねサラリーマンの給料やねえかお前、はい、目打ちだ目打ちこれは暴力じゃねえぞ、目打ちだぞ、はい、お前らなめたんだほんで、ほんと、まあ、最近はコロナであれもうあれなってから来てないって言っとったけど、コロナ前はやば、あのお前緊急事態宣言前やばかったらしいじゃねえかお前ら、ほんとこの野郎、まあまだ僕は若いんで、なんとかなるっす。構成できるっす。構成できるっす。そもそも踏み外すな。構成する前に踏み外さんでいいんだよ。俺が女もんね。やろう。なるほど。はい。これ構成できんだろ。もうできないです。できない。あ？おい。33でも構成できねえよ。できないです。しかもお前妻子もおって。はい。こいつもたまには金出すんだろうだって。そうですね。給料入って3万初日に使っちゃうから、マジでマジでマジで嘘、給料見て「あ今日3万お小遣い」とか言ってで初日に使うんだ全部バカかお前嘘やばなそれ、お前らたわけずっとお前ら緊急事態宣言俺が決める、お前ら緊急事態宣言な分かった、はい、俺がもう緊急事態宣言、俺はもう今発令する、塗り替え道場堀川、塗り替え道場、何だよそれもやばいです誰だよ、野村塗り替え道場堀川、塗り替え道場野村、緊急事態発令さあ今日付で緊急事態1ヶ月です、はそれはお前らが構成したと見えたから3万円、まず30万貯めろ10ヶ月月1枚使ったら15ヶ月ぐらい2枚、月2枚だったら15ヶ月、そしたらいいと緊急事態発令取ったら、はい、パトロール行くでな、やばいっすあやばいっす、なんでお前インスタとかでお前女の子飲み友達できたんだろう、いやできたっすけどやっぱ飲みに行くのは違うじゃないですか、やっぱいやじゃあ宅飲みとかでいいんだって、宅飲みとかしてくれる、だってお前なんか部屋広いじゃん、 2LDK かなんかだろ、はい、宅飲みしようってやってて、視聴者の皆さん、まあ、遊びでね、そのみんなで飲んでワイワイやって、まあ、女の子に来てないもんでインスタに声かけらって、まあ、ほらバカみたいなシャンパンみたいな出して、じゃああるもんだってお前サラリー買ったら9800円ぐらいだろ、あんなもん、そうっすね、そうだろ、9000円も死んだら6000円とかだろ、下手したらどんべりちょっと高いかもしれんけど、そうっすね、焼酎なんかビビったもんな、キッチョムとかなんか6000円とかだろ、6000円ですそれとか買ったらなんか結構3万とか2万とかいくだろ、はい、なんでやねんの俺、そういうもんかなと思った、焼酎ってえらい高いなあと思ったら、下がり方が売れやすいもんな、まあでもいつも止めてくれてますよ、やめときゃって言って止めますね、でもそうだけどお前やめときゃやめときゃやってやるぞうっしーってやってるやつだろ、やめろよとか言って、お前俺の顔立てろよって言えよ、はい、分かりました、分かった、これからもうシャンパン、はい、一切の泡禁止だぞ、ビールもダメですか、ビール1杯でいい、はい、だけどまあまあ緊急事態宣言上げてからな、そうですね、まあ今俺の発令も出てるだな、でとりあえず世間の緊急事態が終わったら俺に確認しに来い、社長の緊急事態発令の停止はいつですかって、それいいお相談だろう。やっぱあるんだ。もう全部使ったのかっていうの。いや、僕貯金してます。本当。本当でもちょこっとですけど。もうちょっとダメだな。使わないかどうかわからんぞ、本当。なってから遅いんだろ、体もなんだから。仕事のいつまであるかわからんだな。わかりました。はい。お前そんな返事じゃダメだ。そんな返事でいいと思っとんかお前。ダメです。なあなあ、どうやって返事するんだ。カメラに向かって言え。はい、わかりました。じゃあ、お前は。もう酒やめますじゃ。お前簡単に言うなってよお前。絶対いや言ったでな。今日は飲むです。明日からです。じゃ宅飲みはいいんだぞ。あ、じゃ宅飲みだけにします。法律違反じゃないもん。はい。まあ視聴者もね。ぜひ宅飲み私やってください。バーガーから使う。だって家で飲んだら1枚もいかんもんな。お前。いかないです。はい。外のお前ほんすぐ5、6万とか食べたね。女の子ですよ。やべえとかって寂しいもんな。確かに人家でおるとな。しかも地元じゃないんで。ああ、だからそれと飲もうぜって話な。はい。ぜひ。名古屋市の方はぜひよろしくお願いします。購入お願いします。俺も参戦したし。はい。可愛かったら写真送って。はい。音が出んカメラとかあるの今。あります。あれさ、俺写真。今日はごちそうですよ。じゃあ行くわ。ブスでいかんで。よろしくお願いします。お願いします。じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。せーの。ほんと見てね。見てね。